めちゃくちゃ可愛くて巨乳でたまらん。私は直也くんが望むなら三人のプレイでもちょっとだけそっちに行ってもいいですか。そうです。どう、大丈夫？くそ可愛いビッチめ。絶対変な勘違いされてた。まさか直也くんがサキさんに私との二股、こんな関係嬉しい。そりゃ二股はいいことばかりじゃないけど、大好きな直也くんと付き合える、しかもすぐ同棲できて一緒の布団で寝れちゃう、こんな関係がずっと続くとは思えない。その時振られるのはきっと私。とはいえこの限られた期間中に頑張って、二人にとって私が少しでも大切な存在になればファンになれたりして。でもどうすれば、あ、これくらいさせて。早くそういえば渚ちゃんって何組なの？同じ1年だよね。私ずっと学校休んでて、直也くんに好かれたくて入学前から料理の練習とかいろいろ熱中してたら、でも直也くんと付き合えて結果オーライというか、それは言われてみれば確かに。いいところを見せて挽回しなきゃ。お菓子でも作りますか？本当？そんな場合じゃないでしょう。勉強はめちゃくちゃ苦手なんです。ほっとけないよ。それは咲ちゃんもね。これ以上幻滅されたくないし、全身全霊で挑むしか。水瀬さん？全然わかんない。このままじゃバカだと思われてさらに幻滅されちゃう。とにかく今のうちに解き方を調べて。水瀬さん大丈夫？体調悪いの？しまった、30分も。そこは足しなさいよ。このままじゃ。でも直也くんに好感度は守ったかもしれないけど、別の何かは失った気がする。でもはい、もちろん解けます。誰だっけ？かわいい。見たことある？直也くん、はじめましてですよね。水瀬です。あ、私本当に家で一緒にいられるだけでも十分すぎるくらい幸せなんです。もし本気でミリカさんが告白してきたら。そうですね。でもポワポワしてたけど、どんなところが良かったんですか？それよりどうですか？ご主人様、お慕い申しております。ご主人様、おそばで見守ります。可愛さがそこにいる。どんなことでも思いつけくださいね。私はご主人様のメイドですので、覚悟はできてます。ずるいです、ご主人様。そんな嬉しいこと言われたら、私頭を撫でていただけませんか？
うん